大谷翔平ついにゴジラ超え。ドジャースの大谷翔平選手が2番指名打者で出場し、未開の打席で8戦38打席ぶりとなる5号先制ツーランを放った。飛距離129メートル。右翼席中段まで達した確信歩きの一撃でメジャー通算本塁打を176本とし、前日まで並んでいた松井秀喜を抜いて日本人メジャーリーガー単独1位に立った。大谷は打者として通算717試合目の出場となった12日の同カードで175本目を打ち、松井秀喜の持つ通算記録に並んだ。試合後は率直に嬉しいですし、日本の野球界にとっても大きいことではないかなと思いますと心境を語り、松井秀喜の存在を長距離バッターとして、僕が小さい頃から見てきて、同じ左バッターとして憧れてるような存在でもあった。そういう方に記録で並べたというのはすごく幸せなことだなと思いますと話した。本塁打を打つことには体も大きいし、長打は一つの売りではあるので、そこの強みを活かしていきたいと意欲を見せる一方で次の一本というのが基本的な考え方。一本打ったら次の一本が大事とも話した大谷。8試合ぶりのアーチを量産体制のきっかけにしたい。ついに活躍したか、信じてた。えげつないホームラン。ようやっとる、さすが大谷。来年か再来年15勝50本やってほしい。やっぱホームランよ。